はいどうも、隊長龍です。龍ヶ崎市龍ヶ丘公園のタツノコ山、久しぶりにね登ってきました。久しぶりと言いますと、この動画の更新もねお久しぶりでございます。だいぶ間が空いちゃいました。というのもですね、隊長のプライベートでね結構かなり大きな問題がありましてですね、はい、まだ問題解決しておりませんのでね、なかなか大変な感じの中なんですけども、まあ頑張ってねクリアしていくしかないと思っておりますのでね、どんなことがありました、こんなことがありましたっていうのはね追ってね動画にしていきたいと思います。もしくはダラダライブでいろいろとねお話しさせていただきたいなと思いますけどもね、とにかく全部問題が解決して落ち着いたらですねご報告させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、今回はタツノコ山に登ったところですね、綺麗な紅葉を発見しました。はい、こちらですね。なのでこれを見に行こうということで、早速ねタツノコ山を降りて向かっております。はい、途中ね別の紅葉を発見しました。こちら綺麗ですね。はい、ここでですねなんとイナゴ発見です。どっか飛んでちゃいましたね。はい、イチョウも綺麗ですね。はい、去年ね茨城県立歴史館水戸のですね、はい、こちらのね紅葉のねイチョウの紅葉のライトアップね見に行ったんですよね。こちらも綺麗だったんですけどもね、今年は行けませんね。はい、ということでタツノコ山の頂上から見えた綺麗な紅葉到着でございます。はい、これね何の木なんでしょうか、ちょっとよく分かりませんけどもね。はい、ということで、タツノコ山の頂上から見えた綺麗な紅葉を見に行こうよのコーナーでした。はい、隊長のプライベートな問題が解決しましたら、こんなことがあったんですよというね報告動画、もしくは報告ライブをねさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。まだね問題解決してないので、まとまった時間が取れないんですよね。なので動画の更新もまだね滞っちゃうかもしれないんですけども、ご了承ください。またお会いしましょう。隊長龍でした。バイバイ。